アイサイ。秘宝です。こんなにおしゃれな幕が出てて、小学生もこんな風に歩いてる場所でサメが出たという情報を聞き、僕たちは子供を救うべくこちらに来ました。国際通りですね。まあ、分かりやすければ国際通りでサメ釣ろうって企画です。この島を平和にしますか。島規模になったんですけど。すごいな。大それた理由になってきたの。釣ればいいんでしょ。うん、釣れば釣ればいいんですよね。ああ、まあ、釣れば OK。おい。どうしたん。子供みたいな真似すんじゃねえ。いやもう命かけたもんなこれ。命かけてる男がアンパンマーに作ります。沖縄の平和を守らんとな。真剣だよ、こっから先はもう。だからあなたの友達は愛と勇気だけなんだ。かわいいですねこれ。状況的には海水が混ざってるって言いますよね。こんにちは。こんにちは。嫁姉さん登場っす。あら、あの有名な。何してるんですか。いやこっちでビーチパーティー。ビーチパーティー。頑張ってください。はい、ありがとうございます。海水と淡水混ざってるはずなのに。課長より。カメ。この前沖釣りで釣ったベラです。沖縄県の平和を願って。乾杯。いった。やっぱ真ん中の方がいいんだ。くえ。よいしょ。こちゃんお帰り。何持ってんの。すぐ近くだからって言って余裕ぶっかまして歩いてたんですよ。暑いじゃないですか。すぐ溶けた。うまい。ここはもう反応がなさげ。はい、もうよ。ハンバーなるほど。場所移動のサイン。読めたんだ。はい、じゃあ場所移動しました。はい、場所移動しましたね。ポイントはこちらですね。テトラポッツさんの目の前ですね。はい。そして情報収集のためにね、こちらの方。お久しぶりです。店長さんですよね。はい、そうです。あらま、美人店長さん。はい、いえいえいえ。ここどうですか。なんかサメがなんか入ってくるって噂あるじゃないですか。だけ4匹こう並んで4匹泳いでるのを見たことがあって、その時は夜だったんですけど、ライトで照らされて見えてたんですけど。でかいですか。あ、でもまあまあなサイズ。これはいただいたんじゃない。ここでした正解。うん、ぜひぜひ頑張ってみます。じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。タラポッツの T シャツ買ってね。はい、新作ですか。はい、結構新しいです。今年の春夏までだったら遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ万引きしに行きます。大きいカバン取りに行かれる。防犯カメラの位置覚えてから行きます。出禁にします。これを丸々一匹餌にします。よいしょ。あ、いいとこ。バンバン、バンバン、竿動いてない。触ってますよね。誰も触ってないっすよね。触ってない、触ってない。ああ、ビクビクしてる。嘘。これ、フッキング、もうちょい食わした方がいいやな。今じゃない。さあ。おあ、来た。乗った。いた。おお、来た。いた。何え、結構デカめだった。あ、出た。離した。嘘。歯型これ加えてる。あれから何時間経ったでしょうか。何回か餌交代とかしたりしてね、やれるだけのことをやったんですけど、このありさまです。反応がね、よかったですね。はいさーい。はいさーい。はいさーい。今日はですね、新たなシャークハンターを揃えてやってきました。はい、スーバーとアベシと
シャークですね。シャークだからシャークなった。釣られる側。シャクシーですね。シャクシー。サメシー。俺サメ関連であんま動画出てないんだけど。サメ肌感ないやん。まあとりあえずやってみましょうか。はい。まずとりあえずサメを釣るには何が必要なんですか。そうだ、仕掛け。簡単に。とりあえず、あの、生き餌が早いんで。うん、あ、生き餌ね。で、まあボラとか、うん、あ、ボラ？ここで釣れた小さい魚を餌にしたいんで、うん、とりあえず餌の確保から。あー、なるほど。はぁ、あ、どうしたし。はい、仕掛けができました。皆さんこれです。これです。説明不要、これですね。これです。皆さん、針とこれです。塩気と息がありますね。で、最後絞り玉があって、うん、これです。はい、これで。あとはね、ボラ水面にいるんで、うん、この針から浮きの間でこう棚調節してやろうかなっていう。あ、なるほど。ボラが食べれそうな大きさぐらいちねって。ちねって。ボラこんなもんで釣れるわけないだろ、ツーバーと思うじゃん。魚を下に見る癖ある。そうだな、お魚さんって言ってる割には。魚よな。こんな仕掛けで魚が釣れるわけないでしょ、ツーバー。どうなんですか。あ、ボラいた、ボラいた。ボラいました。アンゴトゲで釣れる世の中じゃないよ、もう。あ、いる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 、大群いる。あ、ほんと。私今少女だったよ、クリーンパーク。ほら、群れがいる。まあ、釣りといったらツーバーですからね。もう我々もね、最初なんていうの、深瀬釣りとかも全然知らなくて、まあ最初サンマとか出てたんですけど、まあツーバーがね、あの、いろいろ釣りをね教えてくれたんでね、今のね釣りが成り立ってるっていうところもあるし、もうツーバーにはもう感謝してるんで、本当にもうマジリスペクトですわ、この人には。はい、阿部氏も久々の釣り。はい。アイサイの釣りはもともと阿部氏から始まったと言われてるから。そうだね、みんなでやったね。バケとかも何もしないで、3万かけて釣ろうみたいな。餌つけて垂らしとけば何か来るだろうぐらいの精神だったもんね。精神。ここまで成長するとは思わなかった。100キロのカジキ釣るようになると。そうそうそう。何もしなかった。ありがとうございます。まさかの。ありがとうございます。街中はこういうのがあるね。そういうのがいいですね。地元の温かさを感じながらこうやって釣りをしていくっていうね。いただきます。あー、ありがたい。ありがてー。やっ、あ、ちゃんと人のあのゼロコーラ体を見て。俺きっと俺だろ。俺と特保よ。いやいや、俺もね、多分これ絶対俺とタケシだな。めっちゃ気使ってくれるやん、これ。あむしろ逆にカロリー高めっぽいな。あ、全部とりあえず。あ、じゃあ俺これだな。俺これだ。いけ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 。引いた瞬間マジでいい。え、アワシ見れるか。これ取られた。これ多分すぐ釣れる。これ多分すぐ釣れる。アベシー、アベシー楽しい。聞いたことある。どっかで。ユシーごめん。おお来た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 。アベシーやった。私も言うのかな、釣れたら。なんでですか。たけし楽しいみたいな。絶対言わないですよ、そんなの。お、来た来た来た。あ、早っ。おっしゃー。どう、たけし。たけし嬉しい。目が死んでる。はい、じゃあなんかサメの仕掛け、うん、太いね、やっぱ。ワイヤー入れました。これが一番長生きしやすいって言われてるっすね。持ちがいい。こっからもうツーバーで、うん、お願いしますよ、出羽さん。これで釣るんで、ツーバーが。いいじゃないですか、スポンサーってくれてもね。あら、じゃあちょっと準備万端、地元のボラ釣りおじさんに取材してみましょうか。そうですね、地元の方に。すいません。すいません。まあ、ちょっとインタビューよろしいですか。なんね、あんたたちは。YouTube、わかります。動画サイトの YouTube に動画投稿しているもので。え、何年動画って。あのムービーね。そうそう、ムービーです。ムービー、ね、ムービーは知ってるんだ。英語だと分かるんだ。300キロバイト、300キロバイト。ムービームービームービーで、ムービー撮ってるの、あんたたちは。この自分普段ここで釣りされてます。もう毎日毎日毎日。いや、もうこの辺だから。うん、なんか最近テレビとか新聞でサメが出るって。ああ、なんか お父さんなんか聞いてる。タイムスリーも乗ってたし、新報にも乗ってたね。 あれね、やっぱり危ないよね、あんな風になったら。あんなのが泳いでたらね。ちょっと地元の子供たち守るためにも自分なんかが退治しましょうね。ああ、ありがとうね、ニーニーたち。
ねえ、これはもうね、子供たちも大変だからね、もうわらばたもこれ、落ちどこでつけるか、はい、じゃちょっとあの、今から寒いつるんで、あのおっさん、邪魔だからちょっと入ってもらえます？履けてもらえます？なんでね、あんたるんで、これ以上映ったら困るんで困る自分なんか地元だよ、こっち、うん、いや、おじさんなんかちょっと見た目があるじゃないですか。何が見た目があれ、なんか怒りそうな人じゃないですか。怒りそうな人ってどういうことだよ。何ていうの、水分使うから第一印象 で決めたらダメだよ、その人のことは。すぐ切れそうじゃないですか。ちなみにお父さんあれ、ご職業は、お職業底面してるのに決まってるさ、当たり前で定年、もうあとはもう余生を過ごしていくだけよ、もう自由ですか。家でテレビでも見ません、帰って。なんでテレビあの何も面白いのやってね、今の時間帯は。あのクイズ番組しか見ないよ。7時にならないとクイズ番組やらないのに。2時間枠希望なんだ。2時間枠希望なんだ。もう帰ってくださいよ。もういいでしょ、もう帰って。帰って。何も帰らんといけないんだよ。邪魔なんすよ、おじさん。なん、あんたたち、あれどこクレームいるよね。どこのテレビ局なん、あんたたちは。え、釣り岡。ああ、もうクレームいるよね。電話しようがない。デイジ迷惑。デイジ迷惑。もう、ヨーライさんにクレームいるよね。知ってるんだ、知ってるんだね。動画ってなんでって言ってたのに。怒っとこうね。もうヨーライさんにクレームいるからね、もう。さあ、帰る。すぐ、ドクさんにも言っとくよ、ドクさんにも言っとくからね、付き合いあるよ、西山フィッシングクラブにも言えや、NFC にもよろしく、もう、西山、ね、西山にも言うからな、会長、会長、金子にも言っとこうね、もう、大きすぎる、でかっ、これ、食べるこのサイズ。たけしさんと同じ群れ狙っちゃうと擦れるんで、乱眼で違う群れを狙っていってボランガンしてました。めっちゃ歩いてるな。しかもなんか、あ、来た。来ました。でかい。皆さん来ましたよ。これは。おーおーおお。たけしさんも。たけしさん。待って、ゴミお願い。ゴミ。よし。やば、走らしも。来たか。来てるよ。おお、頑張れ。爪っぽい。頑張れ。おお、いいよ。スーパー頑張れ。スーパー頑張れ。よいしょ。頑張れ。よっしゃ。来た。スーパーさん。待ってよ。スーパーさん頑張れ。スーパーさん。ちょっと待ってよ。おお、いいね。来た。やばい、頭かぶった。足、クリクリ。降りる、危ない。山本から。頭かぶしてすげえ。やったな。さすが。しゃあ。いやー、なんかやりきったから、なんか感動してるんだから俺、ラスト30分でもう一本竿出しましょうね。ねえ、マジで判断正解だったな。やばい。やりましたね、これ、皆さん。あ、これ、うわ、これすごい。また一つ、子供の笑顔を守りましたね。だからよ。すごい、ツバ。やったな、ありがとう。プレッシャー半端なかった。素晴らしい。平和を守ったぜ。守ったっすね。みんなビビって、あれでしょ、学校も行きづらかったでしょ、サメが怖くて。いや、どうでもいい。そんなことはない。はい、ということで。ツバのおかげで無事に閉まりましたね。いやいや、ありがとうございます。お二人がボラを確保してくれたら、スムーズにいきましたね、本当に。もう仕掛けもしっかりツーバーが準備してくれてね、場所もボラがいるところに来てみたいな。いや、素晴らしいです、本当にもう見習うべきですよ、自分も。沖縄の川すごくないですか、サメが釣れるって。確かにな、餌も現地調達できる。ほぼほぼ、都会って都会なんだよ。だってスタートパンだよ、パンをボラにして、ボラをサメにしてるから。そうだね、確かに。やばいよね。パン3枚の超過で、そう、エビで鯛を釣るじゃなくてパンでサメを釣る。そう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 、まんまじゃないですか。なくはないって感じ。はい、じゃあというわけで、はい、サメ退治ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。